どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのはネットで話題になった見たらゾッとする海外恐怖映像、心霊写真の計8選。自宅で起こる怪現象からとある病院が舞台の一歩まで、今回もゾクッとするやつを持ってきたんで早速見ていきましょう。最初に紹介するのは防犯カメラが撮った一本。投稿者は家で起こる怪現象に悩んでおり、それはどんどん悪化していたみたいで、原因を突き止めようと投稿者は防犯カメラを購入し、それを家中に設置。そしてある日の夜、カメラに変なものが映り込んだみたいで、廊下の奥に白い萌えが映り込んでいて、白いドレスを着た女性に見える、そんなコメントがあり、これを霊と考える人は多いみたいで、ですが萌えは不鮮明で女性と断言することはできないんで、これは映像のノイズ、そんな意見もありました。カメラに映り込んだ萌え、果たしてその正体は一体。次に紹介するのはマジシャンさんが投稿した一枚。撮影者は今から1年前、現在の家に引っ越してきたんですが、どうやらその家では勝手にドアが開いたり突然閉まったりすることがあるみたいで、風が原因で動いてる、投稿者はそう考えていたんですが、ある日自宅で動画を撮った際、なんか映ってない、友人にそう言われたみたいで、注目してほしいのはドアの左上部分。そこをよく見ると誰かの顔とおぼしきものが映り込んでいて、それはすぐに消えたみたいで、何かを見間違えてるとも思えず、顔の向きから考えて家族の顔が映ったという線もありえません。勝手にドアが動く理由、それはこの顔にあるんでしょうか。次に紹介するのはヘルナンデスさんが投稿した一本。ある日の夜、投稿者は職場でおかしなものを発見したらしく、その様子を撮っていました。ごいのまめし。のまめし。La niña no estoy。映像の舞台は工場でしょうか。よく見ると映像には女性が映ってるような、女性は白いドレスを着ており、とても何かを見間違えてるとは思えず、映像の情報が少なく、もともとここには幽霊の噂があったのか、こういったことは初めて起こったのか、映像の背景は分かりませんが、女性の正体、皆さんはどう思いますか。次に紹介するのはフォンデさんが投稿した一本。投稿者は救急隊員をやっており、その日は仕事が終わったんで基地に戻ろうとしていたんですが、道中バックミラーに顔を見たらしく、 Alright, so I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit inLike, I ain't never experienced nothing like this. So, as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, cause like, we're gonna be stranded out here. Yeah, yeah, as soon as possible.
Thank you. I'm not trying to go back near this truck. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it just, oh shit. Like, it just flew open. Like, can y'all, oh. Nah, what the? What was that? Can y'all see it? Nah, hell nah, fuck that, nah.注目してほしいのは車のリアウィンドウ。そこをよく見ると中を影が横切って、誰かが近くを通ってその人の影が映り込んだ、そんな風に思っちゃいますが、影はリアウィンドウの向こう側にいるんで、その可能性は低いような状況から考えれば、霊が映り込んでもおかしくないように思いますが、果たして真相は一体。次に紹介するのはザックさんが投稿した一本。映像の舞台は病院。撮影者はどうやら直前に手術をしたらしく、撮影当時は目覚めたばかり。手術は成功したんですが、撮影者はなぜか近くに不気味な気配を感じたみたいで、何かいる。撮影者はそう思い部屋の様子を撮るんですが、部屋の様子を撮ってると突然カメラを何かが横切って、それは一瞬で消えるんで詳細な外見は分かりませんが、何かは二足歩行しており、全身が茶色一色。そんな外見から考えれば動物のようにも思えますが、もちろんここは病室なんで動物がいるはずありません。正体は明らかになっていませんが、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのは見たらゾッとする一枚。写真の舞台になったのは夏のオーストラリア。夏は日差しが強いんでついつい日陰を探しちゃいますが、そんなことをするのはどうやら人間だけではないみたいで、お気づきになったでしょうか。注目してほしいのは車のドアハンドル。そこをよく見ると
一匹のクモがいました。それもかなり大きく、絶対に素人が触っちゃいけないやつ。日本にももうじき夏がやってきますが、ドアノブやドアハンドル、掴む際にはご注意を。次に紹介するのは、病院が舞台の一本。撮影者はある日の夜、病院の待合室にいたんですが、そこでおかしなことに気づいたらしく。というのも、壁に人影が現れたみたいで。壁に影が現れ、それは数歩進んだ後、ゆっくり消えていきました。近くに誰かいるんじゃ、そう思っちゃいますが、影の向こう側には誰もおらず、動くものもありません。病院の霊が映ってる、そんな意見が多いんですが、皆さんはどう思いますか？最後に紹介するのは、墓地で撮った一枚。写真の舞台はインドネシア。撮影者は家族で墓参りに来ており、そこで何枚か写真を撮ったみたいで。家に帰った後、撮影者は写真を確認するんですが、そのうちの一枚におかしなものが写り込んでいて。注目してほしいのは、写真左側部分。そこをよく見ると、誰かがこっちを見ていて、誰かの目は光っており、家族の写り具合を考えると、その雰囲気は明らかに異様。撮影当時、近くには誰もおらず、誰が写ったのかわからない。撮影者はそう言っていました。写真に写り込んだ、正体不明の人物。果たして、その正体は一体。ということで今回もやってきました、おまけのコーナー。今回紹介するのは、まさかの結末を迎える映像。今回も予想できないやつを持ってきたんで、早速見ていきましょう。どれも面白いんですが、私が特に気に入ってるのは2番目のプール映像。あまりにもできすぎた結末。ジャンプと同時に動いてるんで、これは予想できませんよね。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイなら。